こんにちは、心理カウンセラーの高森です。双極性障害と呼ばれている方、その特徴としては躁状態と呼ばれている、すごく気分が上がっていてハイテンションですごく活発に行動するという時期と、それからひどく落ち込んで動けない、ここだけ見るとうつ病の方とほとんど同じという状態、これを両方持っていて周期的に交互に繰り返していく特徴があります。ですからご自身もそれから周りの方もそういった特性があるということをまず理解深めていくということが大切ですね。そしてあまり活発な時と動かない時の落差が大きすぎますと、それ自体ご自身にとって生きづらいですし、仕事などで周りとの兼ね合いということを考えた時にはなかなかこう信頼を得にくいというところがあったりするんですね。この辺の気分や行動の波というものをフラットに近づけていく、完全にフラットっていうのはこれは誰にもできないことですが、あまりにも高低差が大きすぎるっていうのはやはり辛いものがありますから、この辺をなだらかにしていくっていう方向性を大切にしながら修正を繰り返していく、そういったここの習慣、行動の習慣を身につけていくっていう姿勢はとても大切な要素だと思います。以上、ご参考になれば幸いです。最後までご覧いただきありがとうございました。